国立ハンセン病資料館は東京都東村山市にあるハンセン病に関する資料を保有する博物館、図書館である。目的はハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律に基づき、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発とハンセン病回復者に対する差別解消と名誉回復を図ることにある。 来病についての古代から、近世の歴史、国立ハンセン病療養所の生活状態、ハンセン病療養所の特殊通貨の実物展示、治療薬グルコスルホーンナトリウムの展示、世界のハンセン病事情など、国立の施設であるが、日本のハンセン病問題、村井県運動について、日本国政府の対応を、非難、求断している展示もある。資料館の中心的課題は、 ハンセン病の患者、回復者らを、現に苦しめているもの、つまりは、外来診療における、薬物治療によって、確実に治癒するハンセン病そのものではなく、ハンセン病を無定見に嫌う私たちの思いそのもので、ある。それを回避するために、ハンセン病を嫌う理由の歴史的な成り立ち、来対策の過護、現状でのハンセン病の治癒性及び、 新冠じゃ年間発生数ほぼゼロの真実、その他の事故をわかりやすく解説した展示を狂乱する。声門、ありがとうございます。